韓国が地獄絵図になってると聞いてきやした。韓国さんは好き放題言ってましたからね。遠慮はいらねえ。その地獄絵図でたっぷり最後まで見て笑って言ってくれや。まず早速だけど韓国の反応から行きたいね。地獄で泣き叫ぶ姿を見せてくれや。64年越しの悲願成就は果たせなかった。現地2月6日、韓国代表はアジアカップ2023の準決勝でヨルダンと対戦。グループステージで2-2のドローを演じた両チームは、立ち上がりからがっぷり4つに組み、一進一退の攻防を続ける。一進一退の攻防？一進一退とは？だが、キム・ミンジェを出場停止で各韓国は最終ラインが不安定でチーム全体がピリッとしない。53分、66分と被弾して今大会初めて2点のリードを奪われると、反撃の糸口もつかめないまま完封負けを喫した。キム・ミンジェがいないせいみたいになってるけど、いた時から大量失点してるからね。それにグループステージヨルダン戦はアディショナルタイムになんとか追いついてたからな。リベンジを期した相手に返り討ちにされ、まさかの完敗劇。韓国メディアスポ TV ニュースは戦術も戦略も対策も皆無だった。ユルゲン・クリンスマン体制の正体が暴かれた、最低最悪の90分間だったと一刀両断する。戦術がないのはこの試合の前から明らかだったと思いますけどね。S 級スター依存を勝ち誇ってたのはあなたたちですよね。負けた途端に都合がいいですね。さらに、サウジアラビア戦、オーストラリア戦と2試合連続で延長戦を戦ったにもかかわらず、指揮官はほとんど同じ先発メンバーを構成。選手たちは疲労の限界に達していた。前半に相手の激しいプレッシャーにさらされて体力を削られ、後半はもはやフラフラ。パスミスから先制され、2失点目も守備陣の連携ミスを突かれた結果だ。効果的な交代カードも切れず、ひたすら同じサッカーを繰り返すばかりだったと断じた。ミスが起きる原因って必ずあるわけですよ。このパスミスやコントロールミスってのは今大会何回ありましたかね？個人を責めるのは簡単。でも構造的な問題を改善しないとなんともなりませんわ。たまたま起きたミスではないことは理解すべきね。そしてクリンスマン監督は就任当初から、1-0の勝利よりも4-3の勝利が好きだと強調し、攻撃的なスタイルを追求してきた。だが、スタミナを使い果たした状況では何の役にも立たない。およそ1年を通して彼が築き上げてきた戦略と戦術が、どれほどのものかがヨルダン戦で露呈したのだと結論付けた。シュート数は8本対17本で、枠内シュートを1本も打てなかった韓国。文字通りの惨敗で、アジアカップ2023から姿を消した。これは一進一退だわ。ミス、ミス、ミスの連続で大惨事に終わった。これだけ攻守にミスが重なってはなすすべがない。ユルゲン・クリンスマン監督はお粗末な内容でもなんとか奇跡的に勝ち進んできた。もはや彼はサッカーの監督ではなく映画監督なのではないかという声も出たほどだ。だが結局、映画のエンディングは最悪なものとなってしまった。6試合で10失点では目も当てられない。韓国は FIFA ランキング23位で、ヨルダンは87位。相当な開きがあるが、だからなんだというのだ。この試合ではその立場が逆転してしまったかのように、内容で差をつけられたのだから。あれ？この人たちはオーストラリアに勝った時に、ヨルダンかタジキスタンのどちらかになるから楽って言ってませんでしたっけ？そもそもグループステージであれだけ苦戦した相手を軽く見てる時点で、これぞ韓国ですわ。ゾンビサッカーとは、何だったんだ？ソン・フンミンとイガン・インは阻止され、キム・ミンジェがいないので脱落。選手たちの体力問題はお構いなしの戦術にもかかわらず、運よくアジアカップ4強まで勝ち上がり、ゾンビサッカーというニックネームを得た。しかし、わずかな武器さえ奪われた後、無気力に敗退し、底が見えた。ゾンビサッカーの底が見え、そのニックネームの後ろに隠れていたクリンスマン監督の幕上戦術は、結局、重要な瞬間に運を使い果たし、怒りを招いた。そのゾンビサッカーを大絶賛してたのは誰でしたかね？日本を笑ってる場合じゃなかったですね。韓国代表は帰国の途につく。64年間の傷は少なくともあと3年は続くことになりそうだ。韓国は、あってはならない時に劣勢に立たされ、素早い突破と弱体化したディフェンスを利用して無数のチャンスを生み出したヨルダンに敗れた。テグクウォリアーズは、2週間前に苦戦したのと全く同じ、総力守備に直面したが、まだ答えを持っていなかった。韓国にとって0-2の敗戦は痛恨の極みだが、驚きではない。今大会、最後の失点に次ぐ失点で足を引っ張ってきた。本格的な結果を出すためには、アプローチにおいて何かを変えなければならなかったが、それは起こらなかった。そのアプローチとは何なのか、説明してほしいですね。韓国メディアってこんなんばっかだよな。批判だけなら誰でもできる。何がどう悪くてどうすべきかまで書くべきだ。韓国衝撃脱落、ヨルダン2-2完敗。64年待ったがまた優勝失敗。韓国サッカーが64年ぶりにアジア舞台のトップに立つという挑戦も目の前で逃した。もう一度長い待ち時間が続くことになった。韓国がなぜ64年間優勝できないか分かったような気がする大会だったわね。毎度層が薄いんだよな。それでメンバーを固定しなくちゃならなくなる。クリンスマン監督だけの問題じゃないだろ。日本が考える層ってのは全体を指すけど、韓国が考えるのは一部の S 級スターだからね。歴代級の接戦のミスで自滅した韓国、ヨルダン2-2で惨敗準決勝敗退。
クリンスマン号が韓国サッカー史に残るような歴代級の接戦を繰り広げ、ヨルダンに完敗した。失望感だけを残して終わった。自滅というかこれが実力だろう。疲労は言われるだろうけど、じゃあソン・フンミンらを温存して勝ち抜いてこれたか？そんなの無理に決まってるわよね。全試合どんだけ苦戦してきたと思ってるのよ。ヨルダン相手に難しい試合を繰り広げた。ディフェンスキム・ミンジェが抜けたことで守備陣が崩れた。また、攻撃でも枠内シュート0本を記録するなど無気力だった。16強、8強とも220分以上の死闘を演じたことが響いた。無気力とかそういう表現好きだよな。そしてキム・ミンジェがいないから。とか言っちゃうあたり誰も問題点がわからないんだな。キム・ミンジェがいる時から大量失点してますから。疲労困憊の前線も含めて一言。選手層これに尽きる。ホンジェミン記者は土壇場で追いついて、PK 戦と延長戦で勝利したサウジアラビア戦とオーストラリア戦の後も、めちゃくちゃだった。チームプレイがないと内容の悪さを指摘。準々決勝の後には、ヨルダンに負けるかもしれない。点はなかなか取れないと思うと予言していた。ヨルダン戦のキックオフ数時間前に会った時も、今日は負ける気がするとまさかの発言。その通りになってしまった。同記者は、今大会中ずっと韓国の穴は5番守備的ミッドフィルダーと言い続けていた。くしくもこの試合では、アンカーに入ったパクヨンが先制点につながる痛恨のミスを犯し、前線を厚くするためにその直後に交代。一列下がったファンインボムが今度は2点目の際にボールロストをした上、転倒して突破を許すという失態を犯した。それ以外にも韓国はビルドアップや最後の30メートルでのミスが目立ち、競り合いでも劣勢に回った。試合後、筆者の顔を見たホンジェミン記者は苦笑いをしながらこう言った。言った通りになったでしょ。この記者すげえな。ちゃんと問題の本質を見てた。ファンインボムって確かマレーシア戦もやらかしてなかったっけ？ボランチの位置に入る選手が毎試合やらかしてる印象。ボランチがやらかすときって、ディフェンスもオフェンスもフォローが十分じゃないときになるからね。構造的な問題。それを知ってれば、まあこうなるよね。ってなるか。この結果に SNS 上で母国ファンも反応。その怒りの矛先は、主にユルゲン・クリンスマン監督に向き、次のような声が上がった。今監督に信じて任せられる？韓国まで泳いで帰ってこい。ただ、ため息が出ますね。韓国は実力で負けた。今日が韓国サッカー史上最も下手くそな気がする。クリンスマンアウト、韓国人監督に変えよう。交代タイミングもつかめず、戦術もなく、有効シュート一本も打てなかった。クリンスマン監督。あなたの準備した戦術はどこにあるのか？選手の皆さん、お疲れ様でした。監督を除く。まさに地獄絵図ですなぁ。てか本当にこいつら泳いで帰ってこいが好きだな。そして韓国さんってのはこういう時に笑いも忘れないのよ。そこがプロ。終盤にチョ・リュソン君がシミュレーションでイエローを受けたシーンへの反応。あれひどすぎて腹抱えて笑ったわ。イケメンで知られるチョ・リュソン君だけにクソダサすぎてなおさらまんじゅうがうまかったね。ペナルティエリア内でハリウッドアクション。アタッカーならシュートを打たないといけなかった。ところが、そのタイミングを逃し、ハリウッドアクションで警告を受けて最高のチャンスが水の泡になった。あんな演技がハリウッドアクションとか失礼すぎるわね。お笑い芸人目指した方がいいぞ。国際映像の英語実況席ではこれは PK でしょうか？いや、違います。シミュレーションで警告ですと伝えられ、この試合の韓国を象徴するかのようです。ボディランゲージを見る限りレフェリーの判定は正しそうですとうまくいかない展開のチームと重ね合わせるような表現をしていた。クソバカにされててくさ。リプレイ映像が流れた後にはこれはははは。ショッキングですね。完全にやけくそでした。自分に何かをもたらそうと必死でしたと完全にシミュレーションだったと主張。ハリウッドで見ている人が注目するかもしれませんとも伝えられていた。なんか実況笑ってんなーって思ってたけど、めっちゃバカにされてたのね。面白すぎる。韓国さんは世界に笑いを届けてくれたんやね。負けるのも悔しいのに、あまりにも恥ずかしかったチョ・リュソンのダイビング。2点リードされている状況で、反撃のゴールを決める絶好のチャンスを掴んだ。しかし、ストライカーのチョ・リュソンはシュートを打つ代わりにハリウッドアクションのシミュレーションを取った。その見返りはイエローカードと恥ずかしさだった。お笑い芸人としてすごくレベル高いと思うの。最後の最後でこれやるってのは大御所の仕事だし、プロの仕事だわ。これを途中でやるとそんな面白くないんだよな。本物のお笑い芸人ってのは一番笑えるタイミングを熟知している。チョ・リュソン君は本物だね。韓国のサッカー専門サイトインターフットボールは、チョ・リュソンの試合後のコメントを紹介。大会の結果に関してすごく残念と答えたチョ・リュソンはもっと成長しないといけない。ここまでサッカーをしてきて、すごく残念で、自分自身に多くが足りないことを感じた大会だったと語ったという。韓国サポはお前が残念だよって突っ込みたくなったことでしょう。チョ・リュソン君は相当叩かれるだろうな。今大会全体でもパフォーマンス悪かったし、最後の最後でこれではな。そして戦犯探しも開始されたわ。日本でもあるんだけど、韓国のそれってすごいからね。クリンスマン監督から、
試合後、ユルゲン・クリンスマン監督が笑顔を見せていたことに、韓国メディアからは批判が噴出。指揮官は相手がより良い試合を見せて勝利した時に祝うのは当然と、どこ吹く風だ。まあ確かに笑顔だったけど、それは相手の指揮官と握手してる時じゃなかったか？それ以外は普通だったと思うが。韓国市朝鮮日報が報じている。記事は試合終了のホイッスルの後選手たちは止まっていたとして、韓国イレブンがピッチに倒れ込み、なかなか起き上がれなかった様子を伝えている。主将ソン・フンミンは10分ほど止まって、頭を下げていた。瞳を赤くし、試合直後のインタビューでは申し訳ないとだけ5回も言ったと、ショックは大きい様子だった。日本も選手が謝罪したりするんだけど、韓国って日本以上にというか、ちょっと謝罪の意味合いが違うわよね。日本の場合って選手たちが自分の不甲斐なさや応援してくれたサポーターに申し訳ないって感じだけど、韓国は本当に袋叩きにされるから、それを恐れてひたすら謝る感じなんだよな。それはちょっとかわいそうに思う。ちょっと異常に見えてしまうのよね。まずはお疲れ様じゃないの？って思うけど、まあ、文化の違いか。にしても選手はかわいそうすぎる。一方で、クリンスマン監督は明るく笑っていたのだという。ヨルダンの監督やコーチと握手し、笑いながら話していた。記事はソン・フンミンを称える時は表情が固まったが、慰め終わった後にはまた普段の笑顔を作ったと批判的だ。試合後の記者会見でも、この笑顔についての質問が飛んだ。クリンスマン監督は今日のように、相手がより良い試合を見せて勝利した時に祝うのは当然だと思う相手が上手だった時、それを私たちは受け入れなくてはならない。それでも笑って祝ってはいけないというのなら、観点によって違って見えるようだと、あくまで考え方の違いとしてこの批判を交わした。でも実際考え方の違いはあるだろうな。クリンスマン監督が言うように相手を笑顔で称賛するのもありだと思うし、負けたのに笑顔でイラッとする韓国も正直わかる。特に試合直後は感情的になりやすいからね。また、韓国メディアニュース1はより明確に批判的だ。客観的に戦力が落ちるチームを相手に恥辱的な完敗を喫した後、笑みを浮かべて怒りを買っているとファン感情を伝えている。笑顔論争はこれが初めてではなく、記事はクリンスマン監督はグループリーグでマレーシアと3-3で引き分けるなど、拙い試合を重ねた後の笑顔ですでに議論を呼んでいたが、大会を脱落した瞬間にも変わらなかったと、笑顔を重ねたことも問題視している。一方で会見では笑顔に対する質問が繰り返されると顔が赤くなるほど怒ったとしている。記事はさらにチームのメンバーと、応援するファンたちが夢中のような雰囲気なのに、相手チームに対する尊重が先に立つのは理解できないと呆れ気味だった。確かにクリンスマン監督はなんで今笑ってんの？ってのたびたびあったもんな。積み重なって激怒してる感じか。しかも満面の笑みだし。まあ、そんなこんなでクリンスマン監督は以前から解任が騒がれていたけど、これで再燃してるわ。この敗退で辞任はしないと語ったそうで私はそうする計画はない。この大会を分析する。チームと共に韓国に戻って、大会で何がうまくいき、何がうまくいかなかったのかを連盟と話し合うと今後について語ったという。まあ辞任しますとは言わないだろう。でも果たして韓国サポがそれを許すか。大会前は相当騒いでたからな。いきなり手のひら返ししてたけど、さっきも言ったように、韓国は戦犯探しを毎回するんだけど、それは日本の非じゃない。クリンスマン監督だけでなく選手も対象。久保は日本スポーツ専門誌のインタビューで結局負けてしまったので、もう切り替えるしかない。苦しい時間帯でもっともっとと思うが、あれが今の自分の限界だと思う。できることやったので、特に自分から何か反省すべきことはないと述べた。これに先立ち久保はアジアカップを控えて物議を醸す発言をした。久保は先月3日のアラベス戦の後、レアルソシエダが給料を払ってくれているから、アジアカップがラリーガの期間中に開催されるのは残念だ。でもこういう大会には義務がある。ソシエダには本当に申し訳ないが、母国を代表するということはとても素晴らしいことと語った。こうした久保の発言は、韓国代表のソン・フンミン、トッテナムとは対照的だ。ソン・フンミンはサウジアラビア戦、オーストラリア戦と2試合連続で延長戦まで戦った後、2試合連続で延長戦をしたことは一度もなかったが、きついというよりもこの状況を精神力で乗り越えていくのがトーナメントの醍醐味だと思う。国のためにプレイするのに、体がきついというのは言い訳に過ぎないとし、きつい、痛いという言い訳は必要なく、ただ一つ目標に向かって進んでいくと精神力を強調した。この記事のタイトルが精神力を強調するソン・フンミンとは対照的な久保の発言となってるのよね。ただ叩きたいだけじゃね。唐突に久保の話始めるから何事かと思ったよ。そのただ叩きたいだけってのはその通りだと思うわ。選手はひたすら謝罪してるからね。これ異様な光景よ。イガンインが重い口を開いた。まずはグラウンドで一緒に戦ってくれたチームメイト、そして最初から最後まで僕を信じてくれた監督、コーチングスタッフに感謝したいですと話し、こういう結果に終わり、いつも声援を送ってくれたサッカーファンの皆さんには申し訳なく思っています。今後はもっと自分を磨き、サッカーファンが望むプレーができるように努力していきたいと思いを伝えた。
韓国代表にあっては、大会中もことあるごとにミスを犯した選手らが槍玉に挙げられ、彼らの SNS には誹謗中傷のコメントが殺到するなど社会問題となった。イガンインは多くの人にお願いしたいのは、特定の選手やコーチを攻撃しないでほしいということです。批判するならば、僕を批判すればいいです。負けたのはチームであり、良いパフォーマンスを見せられなかったのもチームです。個人的な批判は適切ではありません。代表チームがさらに発展し、より良い方向へ進むために、僕たちは協力し合わなければいけないと呼びかけた。そして、今大会で感じたことはすごく多いし、まだまだ足りない部分が多いと感じました。もう一度自分自身を振り返ってみますと師匠に語り、前を向いた。日本も同様の問題が発生してるけど、韓国のそれってレベル違うからな。日本語にはあまりそういう汚い言葉というのがないけど、韓国含め海外ってその辺えげつないから。あと韓国特有なのはデモとかもだけど、全員が一気にそっちの方向に行くから怖い。攻撃する時も一斉だ。こんな感じでまさに地獄絵図な韓国だけど、最後にヨルダン監督のコメント行きましょう。選手たちは英雄的なパフォーマンスを披露した。X ファクターは、我々が韓国に対して必要以上に敬意を示さなかったことだ。彼らは過去数試合で失点していた。我々は得点できることは分かっていたんだ。必要以上に敬意を示さない。相手をリスペクトしすぎて恐れるなってことだよな。これで日本はスペインやドイツに勝った。なんかこの大会はいろいろ教えられた大会となったわね。日韓ともにだな。大事なのはここからだろう。韓国のように批判ばかりしても仕方ない。ここで何を学び改善するかが重要だ。結果は残念だけど前に進もう。さてみんなは今回の件どう思ったかしら。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてね。それではまた次回。オーニーポー。